皆さんこんにちは、西野美咲です。さあ今回お話を伺うのはこちらの方です。はい、次期絵付け師の角田浩二と申します。よろしくお願いいたします。角田さん本日はよろしくお願いいたします。はい、実は角田さん2023年度に藤沢マイスターに選ばれた方なんです。はい、現在は亀戸にお住まいの角田さんに今回は磁器絵付けについてやまたご自身のことについていろいろお話伺っていきたいと思います。お願いします。藤沢マイスターとは極めて優れた技能を持ち市民生活や産業の発展を支える技能者や技術者で藤沢市が認定した人物のことです。詳しいことを藤沢市マイスター事業を行っている産業労働課の広畑さんに聞きました。まず藤沢マイスターの事業というのはどういったものなのか改めて教えてください。はい、藤沢マイスター事業は平成25年度から始まったものになりまして今年度で11年目を迎えます。藤沢市内には商業系の技能者や工業系の技術者たちが今もたくさん存在しておりますので将来を担う技能者技術者の育成や社会的地位の向上をですね目的としております。今年度藤沢マイスターに認定された方は3名。機械加工の松井純一さん、内装・表具師の丸山一郎さん、そして今回取材をさせていただいた磁器絵付け師の角田浩二さんです。まずは磁器絵付けという仕事について伺いました。この絵付けのお仕事っていうのって具体的にどういうものなのかってわからない方結構いらっしゃると思うんですけど、はい、どんなものなのか教えていただけますか。ここにあるのをご覧いただくとわかると思うんですが、はい、普通の真っ白な、はい、これは磁器と言います。磁器、はい、はい、種類から言うと洋食器というタイプ、はい、要するにパン皿、スープ皿、ミート、うん、そういう洋食器のディナーセットに使うための器に、はい、ここにあります絵の具を使って絵を描くという、要するに絵の具といってもこれは色ガラスのパウダーで色ガラスを使って描きます。そして800度で焼くとその色ガラスが溶けてガラス化してここにくっつくとそういうことです。ですからもうこれは割れない限り何百年何千年経ってもこのままこの絵付けをしていく流れ、はい、工程っていうのはどういった流れなんですか。はい、今ここにちょっと並べてありますけれども、はい、ここにある色ガラスのパウダーをこのオイルで溶いたものがここに並んでます。はい、でこれを使って実を言うと、まあ、簡単にやりますけど線を例えば引くとこうやってやって線を引いていくんです。おこうやって線を引く、これ今僕簡単に引きましたけど、はい、こうやって引いていくわけですね。こういうことを繰り返して絵にしていくわけです。これを何度も何度も繰り返して角田さんの作品は食器を超越したアート。そのアートに出会ったのは当時から高級洋食器の製造販売をしている大倉陶園でした。そういった道にこう進もうと思ったきっかけというか何かあったんでしょうか。特別絵付け師になろうと思っていたわけではないのです。はい、私自身はまあいろいろあったんですが油絵を描いてました。ただ油絵を描いてて生計が立たない、飯が食えない、どうしようかと思った時に横浜にあった大倉陶園という会社、そこが、募集がありまして、そこで大倉陶園に入っていろいろやってるうちにその絵付けの方のセクションに私が、転じたと。そこで絵付けそのものに出会いました。ですから特別何か絵付け師になろうと思ってたわけではなくて筆を持って何かできないかと思ったことがきっかけで大倉陶園に出会って、そして、そこで学んだということになります。はい、
で今日はもう一応これ書いかけてるものを参考にこんなふうに書きますよっていうことをちょっと皆さんに お伝えするので、ちょっとその格好だけやりますね。形だけ。ありがとうございます。はい、で今ここ でここでこういうふうにやって形を入れていきます。はい、そこにちょっと黄色を混ぜていきます。こうやって少しほんのり、本当だ、言われてるよ、確かにほんのりね、黄色なんですよね。はい、そうです。でだん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 濃くしていきます。じゃあ濃いところは何度もこう重ねて塗っていったりするんですね。そうです、だんだんこう、でこの描き方を、はい、あの私のファンたちが、はい、角田マジックって言うんです。角田マジック。で私の描くこういう デザイン性ですね、枯れたバラを描くなんて、はい、それを人呼んで角田ワールドって言うんです。角田マジックを使って描いた角田ワールド。そうなんです。実際今、まあ、こちらのデザインですと、はい、描くのにどのくらいお時間かかるんですか、描き上げるまで。あ、たったこれだけを描くのに、はい、早くて30分、長くかければ1時間かかっちゃうんです。これだけで、あ、このはこのお花1枚、花びらの部分だけで、あのだから考えようによっては、すごく生産性が悪いわけです。角田ワールドの評価は高く、海外にも愛好者がいるほど。そのため、一つの作品に多くの注文が入ることもあるそうで。なんか同じとそのまま書けるものなんですけど、すいません、なんか初歩的な質問で恥ずかしいんですけど。はい、こういう仕事っていうのは、はい、お客さんからいくつ書いてほしい、いくつ欲しいって言われれば、同じものをいくつも書かなければいけないですね。で、あの方が欲しいと言った、この方が欲しいって、あの方が欲しいって、同じものをいくつも書かなければいけない。だから職人っていうのはそういうことに耐える力も必要。同じものをいくつも書く。で、同じものをいくつも書いてる上と、技はどんどんついてきます。だからいたし返しなんですね。同じものを書くのつまんないです。あ、つまんないって思う、飽きちゃう、飽きちゃう。もあるんですね。そうなんだ。だけどやっぱり職人っていうのは同じものを言われたら、壊れたら描く、あるいは作っていく。それはもう陶芸の作家さんもそうですよ。同じものをいくつも作るわけです。それでも結果的に同じものは2つとしてない。銀座の和光だとか発表しますよね、はい、そうするとね、中にはお客さんはそのリピートしたものではなくて、はい、ここに飾ってあるこれが欲しいって言うんです。リピートじゃなくて、あ、そうそう。だから私は、はい、いや間違いなく同じレベルのものを書きますので、うんと言わないんですよ、うんうん、もうこれがいいって。そう、そうするともう一回書きますね、書いたものを残してそれを差し上げる。その方なりにきっとまた同じものじゃなくて、本当にこの今出会ったこれがいいっていう方がいらっしゃるんですね。はい、だからそういうのをお話を聞いてると、うん、やっぱり職人でありながらアーティストとして自分がどういう気持ちで作品を作っていかなきゃならないかということは、うんうん、すごく大切な動機づけになりますね。はい、今書いたらこういう感じで今これがこうなりましたということですね。はい、やっぱりこういうなんか細かいところとかも、ね、そのままちゃんと忠実に同じように、まあ、今回のデモンストレーションとすると今、はい、まあ、これで、まあ、まあ一つおしまいという形にしないと全部書くとなるとものすごい時間がかかる。そうですよね。そんな角田さんは大倉陶園に定年退職まで勤め、その後は独立し、作品制作だけでなく画塾、優美社の塾長として後継者育成にも取り組まれています。ということで、少し私も絵付けの体験をさせていただきました。周りくるっと花びら描いてます。ずっとこう花びらがこう周りを取り囲む、はい、
ね、角田さんが描いてるところもずっと見せていただいて、しっかり見ながら描いたんですけど、やっぱりもちろん全然違うんですけど、特に私が皆さんにお伝えしたいのは、何でも今簡単にできるようにする、コンビニエンスで、そこで選んで食べちゃう。そうじゃなくて、大根を買ってきてそれを輪切りにして、どういうふうにしたらホクホクの美味しい大根のふかしたものができるかというような、そういう食べるものに関しても自分の知恵を使って自分で作り出していくっていう、そういうことを子どもたちにできたら伝えたいな。今多くの子どもたちが A か B か C のどれか選びなさいみたいな生き方してる。そうじゃなくて、 A も B も C もごっちゃごちゃにして自分で噛み砕いて答えを出す、そういうことをぜひとも子どもたちに、おじさんがやってきたよということを伝えていきたいなと思っています。簡単だったり便利なものをこう選んでいくんじゃなくて、こう自分の中から何か見つけ出して新しい発見とかをどんどん、ね、していってほしいですよね。そうすると子どもたちって、ね、すごく育つと思います。最後に、はい、テレビをご覧の藤沢市民の皆さん、きっと子どもたちも見ていらっしゃると思いますので、はいはい、ぜひ何かメッセージございましたら一言お願いいたします。はい、物事っていうのはそう簡単に何でもできるわけではないんですね。つまずいたり行き過ぎたり逆戻りしたり、いろんなことしてみんな大人になり青年になり、老いていくわけです。ですからそういう人間としての大切な生き方みたいなものを、絵を描くことを通じて、共有し合っていきたいなというのが私の願いでございます。以上でございます。私の心にもすごく響きました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。